まず質問2では経済政策全般についてご意見をお聞きしていきます。皆様もご存知のように安倍内閣発足以来、いわゆるアベノミクスと呼ばれる経済政策が推進されております。アベノミクスは日銀が主体となる大胆な金融緩和、そして政府による公共事業などを通じた機動的な財政出動、規制緩和や新産業の育成を通じて民間の投資を喚起する成長戦略の3つ、いわゆる3本の矢で構成されています。今回の選挙ではこのアベノミクスといわれる経済政策の是非、プラスとマイナス、あるいは効果のあるなし、また効果の及ぶ範囲、こういった点が大きな争点となっております。では立候補予定の皆様の方に先に伺います。現在の政府の経済政策、アベノミクスと呼ばれる経済政策を評価する、あるいはどちらかといえば評価するという方は丸の札、賛成という方ですね。評価しない、どちらかといえば評価しないという方は×の札を挙げてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。プラカードは置いたままにしておいてください。お願いいたします。続きまして会場の皆様にお伺いします。同じことですけれども、アベノミクスといわれる経済政策を評価する、どちらかといえば賛成だという方は白い紙の方ですね。評価しない、どちらかといえば反対だという方は赤の紙用紙を挙げてください。よろしくお願いします。これは数えないと正確なところは分かりませんが、赤の方が若干多いですかね。はい、どうも会場の皆様ありがとうございました。それでは、候補者の皆様の方に聞いて、いきます。まず最初にアベノミクスを評価しない、今×を挙げておられる方の方からですね、先に意見を述べていただきます。時間は3分間となります。はじめに吉田晴美さん、お願いいたします。はい、はい、私は評価しない立場であります。それはまず、アベノミクスにより確かに円高、株高、これは進行しました。しかし実際のところ賃金に反映してきていません。賃金の上昇が伴っていない中、輸入物価、これが上がり、実質私たちの生活は苦しくなっています。これによって中小企業、それから生活者である私たちの暮らし、これはむしろ厳しくなっていると言えるのではないでしょうか。私が考える真の経済回復、経済再生、これは中間層が厚く豊かになっていくことです。そしてアベノミクスで欠けている視点、それは今申し上げました、先の財政出動、それから金融政策、それから成長戦略3本の矢が出ましたが、実際消費に向かわせるところ、つまり一旦もし私たちの手元にお金が入ってきたとき、それを市場に出す消費に向かわせるところの政策が全くないという点で、実質的な実体経済には伴っていない、その点から反対の立場であります。実際に私もスーパーや市場で女性の皆さん、もう私と同じ日々暮らしている皆さんとお話しする中で、生活さっぱり良くなってない、そういう声をたくさんいただいております。先日も子どもたちと話しする中、200円の、お小遣いがだんだんなんか買えるもの少なくなってきちゃった、こういう生活の場での実感が全く伴っていないアベノミクス、これは評価しないという立場であります。ありがとうございました。続きまして関根俊信さん、お願いいたします。私もアベノミクスの経済政策は評価をいたしません。大胆な金融緩和により円安株高を誘導すると、これ一時国民の期待を高めたことも事実でありますが、残念ながらこの円安株高の中でメリットを受けているのは輸出関連の大企業、あるいは投資家にとどまっている、これが現状でありますし、地域の実体経済は逆に、燃油でありますとか資材費、あるいは食料費、こういったものが高騰している、
庶民の生活感覚に対して大きなマイナス要因を与えている、このように思っております。その後、アベノミクスが急激な株の乱高下が起きておりますが、これについても安倍総理が新成長戦略を発表した途端、大きく株が値を下げた。これを見てもですね、市場がいわゆるアベノミクスの成長戦略に対して、私は実体経済を良くするものになっていないと、厳しい評価をした結果がこのようなことにつながっているんだろうというふうに思っておりますし、市場が大きく失望した、このようなことを示している結果であろうというふうに思っております。アベノミクスが求める最終的なこの成長戦略は、いわゆる強力な規制緩和と大企業優先という強者と弱者、その地方と地方の格差を拡大する方向にある、そのように考えておりますし、私どもの考える生活が第一という理念には相容れないものであるというふうに考えております。今本当に必要なのは、やはり内需を強くして地域経済を元気にする政策です。地域資源を磨いて発掘し、つなぎ、強く発信する、このことが求められているというふうに思っております。岩手には世界に誇れる質の高い農林水産物があります。岩手の農林水産物がその品質に見合った価格で取引されれば、生産者の所得が向上することにもつながります。6次産業化に力を入れて、生産から加工、流通、販売、そして飲食サービスまで結んで、総合的に強い地場産業の育成に力を入れていきたいというふうに考えております。合わせて岩手は観光資源が有力であります。観光こそ自然、文化、食、教育にわたる成長戦略の柱であります。海外からの誘客にも力を入れ、地域力が高まる観光産業の育成に努めます。また有力な地域資源として、岩手には風力、地熱、海洋資源など再生可能エネルギーの非常に高いポテンシャルがあります。エネルギー政策を大転換することも、岩手の地方の経済の活性化、雇用の創出につながってくる、このように考えています。最後に ILC 国際リニアコライダー計画の東北岩手への誘致をぜひとも実現をさせていきたい、このように考えております。世界の頭脳が結集する研究施設に様々な関連産業も張り付くことになり、これによる経済波及効果、雇用の創出効果、これを最大限に高める、このような努力をしてまいりたいと考えているところでございます。ありがとうございました。続きまして、菊池幸男さん、お願いいたします。アベノミクスはもうすでに破綻しつつある、私はそう考えています。政府自身が、投機とバブルを煽る、世界でも異常なこの政策が、株の乱高下という形ですでに現れていて、そして円安によって、物価がどんどん上昇して、庶民の暮らし、中小企業の経営を圧迫しています。デフレ不況の最大の要因は、十数年にわたって国民の所得が減り続けたことにあります。ですから、本格的な景気回復に向かうために、国民の所得を増やす政策が必要です。主に次の3つの柱が重要だと考えています。第一に、大企業が溜め込んできた内部留保280兆円になろうとしています。このごく一部 1% 程度を活用すれば、8割の企業で月額1万円の賃上げ、非正規雇用も含めて実現できます。そして2つ目には、アベノミクスの成長戦略に位置づけられている解雇自由、サービス残業合法化、こうした労働者の働く権利をさらに阻害する政策は中止をする、全労働者の 35%、 そして若者の2人に1人が非正規雇用となっている労働法制を抜本的に改正していく、安定した雇用を実現していくことが重要だと考えます。公務員の賃金引き下げ、それから年金の引き下げ、生活保護費の引き下げ、こういうものは中止をしていくべきだろうと考えます。3つ目には、中小企業に対する政府の直接支援を大幅に増やす。日本の予算はアメリカの50分の1、フランスの150分の1に過ぎません。そういう政策を実行して、時給1000円の最低賃金を実現していく、こういうことが必要だと考えています。さらに、景気回復に逆行する消費税の増税、そして第一次産業と地域産業を壊す、地域経済を壊す TPP の参加は撤回すべき、この
このように考えています。以上です。ありがとうございました。では最後に平野達夫さんお願いいたします。大胆な金融緩和と財政出動、それから3番目は確か財政出動と何でしたっけ、成長戦略、成長戦略ですね。ちょっと今失念をしてしまいました。まず安倍内閣ができましてですね、株が上昇する、あるいは急激なというよりも円高が是正されて円安になったというその背景は、私は基本的には世界的な経済循環があるというふうに思います。ちょうど昨年の暮れぐらいからアメリカの経済がかなり持ち直してきました。リーマンショックの影響から立ち直りまして、住宅の着工件数が増えたり、あるいはアメリカでは今天然ガス、シェールガスが今発見されまして、それがどん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 採掘されて、それが全体のエネルギーコストを下げているということがあります。それからアメリカはリーマンショックの後の その金融政策、特に銀行の不良債権の処理を日本の例に学んで、これ先延ばししないということをやりまして、素早いその対応をやっているということがあります。こういったことが功を奏し始めまして、全体として昨年の暮れぐらいからアメリカの経済がぐっと上向きになってきていると。そこに、安倍さんが、その大胆な金融緩和、それから財政出動、それから先ほど言ったどうしても3番目のやつが忘れてしまうんですが成長戦略、成長戦略というその3つのものを出してくるんですが、その時に日本が全体がやはりアメリカの景気ということで一種の期待感が出てきたのではないかというふうに思います。ですからその中で投機筋が動いてきて、しかし実際は実体経済は何も変わっていないということだと思います。そして一番大事なことは、その金融緩和ということについても、すでに量的緩和政策でデフレはこれは貨幣現象ではないということについての一つの実態、証拠はもうだったの結果は出ているというふうに思います。そういう意味においてこのアベノミクスというのはですね、実際問題としては効果がない、むしろ大事なことは成長戦略を本当に実態に即してしっかり進めることだというふうに思います。官民一体となったインフラ輸出でありますとか、クールジャパンでありますとか、そういったものの成長戦略に盛り込まれている項目をですね、実際にきちっとやっていくことが一番実効のある政策ではないかというふうに思っております。以上です。ありがとうございました。それではここからはアベノミクスと言われる経済政策を評価する方の意見となります。同じく時間は3分間です。最初に田中慎一さんお願いいたします。はい、先ほど司会者の丸山先生から皆様方にアンケートを取られると、私この壇上から見てるとやはり赤い方が多かったなと思っております。アベノミクスに対してあまり評価をされないという声が多い。私も実はこの岩手県を今歩かせていただく中でですね、やはりそういった意見が多いと思っております。やはりまだまだそのアベノミクスというものは、東京都会のものであって、まだまだこの地方の岩手県には伝わってきてないという声が多いというふうに思っております。で、私自身もそういうふうに県民の皆様方がお感じになられていることを実感しております。ただ実は皆様方の生活の中で気がつかないところで実は少し効果が出ていることはございます。例えば株価が8000円から1万円に上がりました。そうするとですね、実は平成24年度の年金の運用益、これは実は10兆円の黒字になっているんですね。株価が、皆さん年金は運用されてますから、そうすると10兆円に増えているんです。ですから皆様方の将来配慮される年金の財源というのは少し増えている形になります。例えば経済の成長率につきましても、実はこの1月から3月期、実は実質 1.0% の増加、年率換算すると 4.1% 経済成長していると数値が出ています。あるいは雇用についても1月から5月、ここも14万人の雇用が増えているということも実は数字として出てきております。ですからなかなか実態としてその豊かさを実感できないということはありますが、目に見えないところですが少しずつ皆様方の生活に起因するところで今その経済少しずつ景気は良くなっていることがあるということをご理解をいただければと思っております。ただ実は政策というのはやはりちょっと効果が出ないからコロッと変えてしまったら私はダメだと思っています。やはりやり続けること、
がによって効果が出てくるものではないかなと思っています。残念ながら景気というのは地方から悪くなってだんだん都会良くなる、で都会から良くなってだんだん地方にしまったと、それにやっぱりタイムラグがあるということは現実だと思っています。だから本当に円が安くなったことによってですね、やはり燃油が高騰した、あるいは家畜の飼料が上がってしまった、そういった悲鳴にも近い声が上がってきます。その部分については、自民党としてはやはりしっかりとその対策を打つ、実際に打たせていただいております。やはり政策のある意味で副作用となった部分についてもしっかりと手を携えてやってもらいたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。では高橋恵子さんお願いいたします。はい、私はアベノミクスはある程度効果が出ていると考えております。それは過去20年間デフレ傾向、デフレ政策によって経済は本当に日本の経済は縮小してまいりました。20年間 GDP が成長しないという軽有な国が日本だったんです。他の国は自然にしておれば、普通であればインフレ傾向になるのが当たり前で、経済を拡大していくのが普通の姿です。それをわざわざ抑える政策を取っていたというのがここ20年間の政府の姿勢でありました。それはなぜかというと、国債の利払いがインフレが進むと、その払わなければならない利息がですね、増えるというだけの話で、それを抑えるためにデフレを路線をずっと敷いてきたわけです。これは日銀にももちろん問題があります。それをですね、今回安倍総理、自民党が頑張って打ち壊して、なんとか成長路線に経済を持っていったというのはすごい大きな功績だと思います。今はそのインフレ政策が始まったばかりです。まだまだきしみは出てくると思いますが、このインフレ政策を続けるインフレ路線というのはもちろん正しい方向です。要はこの方向性を維持しつつ経済全体を膨らまして、いかにその豊かさを継続させていくかというのが今後の問題になると考えております。幸福実現党の政策は実は、アベノミクスのベースになっている政策でございます。これは私どもの方がこういう金融緩和であるとか財政出動、あとは成長戦略について提言の方が早いんです。それを生かしていただいているのが自民党さんと考えております。ただこの自民党のアベノミクスについては足りない点が2つほどあります。幸福実現党の方から注文をつけたいのは2つほどありまして、一つは減税政策が足りないんです。これが来年の消費税増税によってアベノミクスの効果は古典版というかですね、粉道になるという予測が立てられます。それはまた後で出てくると思うんですけども、そしてもう一つは未来投資の政策ですね。未来産業投資の政策、これがですね不足しているんです。もっと大胆に今日本が手を出していない、実質手を出せないでいる航空産業、防衛産業、宇宙産業、あるいはロボット産業、そして新エネルギーの開発、あるいは植物工場であるとか、内陸における水産業の発展を促すなどの新しい分野に切り込んでいかなければならないんですが、そこまで安倍政権は力がないと見ております。どうぞ幸福実現党にお任せいただきたいと思います。ありがとうございました。ではさらに議論を深めるために改めて意見の異なるお二人にここまでの議論を踏まえまして反論もしくは改めてのご意見を伺います。最初にアベノミクスを評価するという意見に対して吉田晴美さんの方からお願いいたします。時間は2分間でお願いします。私は評価しないという立場でした。なぜなら次の問題点があります。まず株高円高、これで潤ってきているというのは一部の投資家と株を持っている人たち、それから、大企業です。特に私たち生活者にとって関心があるのは賃金にどう跳ね返ってくるかというところですが、今大きな問題になっているのが企業の内部留保、これが取り崩されないまま、設備投資にも向かわず、かつ賃金にも反映してこない、この状況に全く何の対策も打てていないという現状があると思います。そしてこの一部の投資家それから大企業、ここが
豊かになっても実際私たちの生活に反映してきていない、これはまたさらなる格差拡大につながっているという問題点を指摘させていただきます。その上で2点お伺いいたします。まず1つ、財政政策金融政策のところで日銀に 2% の物価上昇、これを約束させました安倍政権ですが、実際ですね 2% の物価上昇、これはバブル期でも、実現されていません。これを 2% にすることによってどんな経済波及があるのでしょうか、その点をお伺いしたい。それと、先ほど田中さんがおっしゃいました運用益、年金の運用益、それから、雇用も出てきているということでしたが、それはやはり中央の状況であり、これが地方経済にどう反映してくるのか、またそれはどのぐらいの期間を考えていらっしゃるのか、そのあたりをお伺いしたいと思います。ありがとうございました。具体的な質問も含まれたご意見でしたね。では、今度はアベノミクスを評価しないという意見に対して田中伸一さんの方からお願いいたします。時間は同じく2分間でお願いします。この2分間で今いただいたことに対して質問に全部交代するのはなかなか難しいと思うんでございますけれども、まず企業が内部留保してしまうということについて私が思ったのは、やはり先行き不透明感が非常にあるということがあると思います。世の中これからどうなっていくのか、やっぱりそこで一番私があるのはやっぱり政治の不安定さから来るもの、やっぱりその世の中の不安定さが来るものから、やはりどうしても企業もやっぱり企業を維持しなきゃいけない、そういった生命維持装置に近いものが働いて内部留保に走ってしまうということがマインドとしてあると思います。やはりそういった意味ではまず安定した政治体制、安定した政権を築き、そしてそれも1年ごとに総理大臣が変わってしまうのではなく、やはりきちっとした体制を作っていくことが私は極めて大事だと思っています。それから 2% の実質上昇保障になったらどうなるのかということについては、これによってやはり、経済自体はやっぱり成長させていくこと、これによってやはり国民全体の高のですね、今滞ったマインドをやはりもっと開いていくことによって、やはり経済活動がより豊かになっていくんではないかなと私は思っています。でやはりですね、ずっと再三自由民主党が訴えてきていることは、やはりこのずっと閉ざされてしまったその我々国民一人一人のマインドというものをやはり開いていく、気を開いていく、そういったことによってやはり経済活動を活発していくということだと思っております。まずは安定した政権を築くこと、それによって国民がやはり安心をして経済活動に参加できる、そういった仕組みを作ることだと思っております。以上です。ありがとうございました。短い時間の中でありがとうございました。経済政策に関する意見の違いが少しははっきりと伝わったでしょうか。